再開いたします。中村家春君。こんにちは、沖縄自民党の中村でございます。一般質問に入る前に、所見を述べさせていただきます。本日私はウクライナの国旗の色のネクタイをしております。大変ロシアのウクライナ侵攻に対して一人の人間としてこのロシアのウクライナの市民に対する戦争行為、そして高齢者や女性や子どもたちがポーランドに逃げるあの姿を見て、戦争の愚かさをつくづく感じております。ぜひともロシアのウクライナの停戦協定が早急に解決し、新たな方向へ進んでほしいということを切実に願いながら一般質問をさせていただきます。1、知事の基地問題への取り組みについて。括弧1、那覇港湾施設移設への進捗状況、括弧移設協議会などの開催について。括弧2、現那覇空港港湾施設の使用主目的が港湾施設および駐油所の解釈について。括弧3、2月8日からの米海兵隊による人道支援や非戦闘員、退避等の訓練に抗議しましたが、その根拠を伺います。括弧4、知事は浦添の移設については認めております。浦添の移設に際して、現行の使用主目的を踏襲するよう要求するのですか、知事にお伺いします。大きな2、道路行政について、括弧1、県道221号線、那覇大橋建て替え事業の進捗状況について、大きな3、農林水産行政について、括弧1、南大東島の農業用水の早期確保について、丸1、農業生産基盤整備の状況について、丸2、農業生産基盤整備の現状と課題について、大きな4、海の安全安心について、括弧1、沖縄県における指定管理者制度導入施設の中の3海浜公園における現状と課題について、括弧2、自然海岸における安全安心対策の進捗状況を知事公室、土木建築部、文化観光スポーツ部公安委員会にお伺いします。括弧3、海の安全安心対策としての次年度予算について伺います。5、我が党の代表質問の関連について、呉屋議員の代表質問、2、自衛隊基地と米軍基地問題、括弧2、日本の中の沖縄県知事として、玉城知事の国防についての自身の考え方、括弧3、沖縄県の尖閣諸島があります。石垣市長は自身が取り得る施策を精一杯頑張っていますが、玉城知事は尖閣諸島に対してどのような対処をしようと考えているか伺います。3、失礼しました。西銘啓志郎議員の代表質問。1、知事の政治姿勢についての括弧6、世界を取り巻く政治情勢は、米国、中国、北朝鮮の動向が注視される中、台湾有事など等々も含め懸念されています。リスク管理とは最悪の事態を想定し取り組むとの観点から、国民保護計画に基づく沖縄県国民保護共同訓練もしっかり行うべきだと考えるが、知事の見解を伺う。以上でありますけど、再質問をさせていただきます。知事、玉城デニー君。中村家春議員のご質問にお答えいたします。1、知事の基地問題への取り組みについてのご質問の中の括弧4、
代替施設の使用・使用目的についてお答えいたします。沖縄県としましては、那覇港湾施設の移設によって米軍基地機能が強化され、沖縄の基地負担の増加につながることがあってはならないと考えております。このため代替施設の使用・使用目的についても、これまでと同様に港湾施設及び貯留所とし、この目的に沿って厳格に運用されるよう求めてまいりたいと考えております。その他のご質問につきましては、部局長から答弁をさせていただきます。知事公室長、金城勝君。知事の基地問題への取り組みについての括弧1、那覇港湾施設移設への進捗状況についてお答えをいたします。那覇港湾施設の移設については、昨年5月19日に開催された第27回那覇港湾施設移設に関する協議会において、那覇港管理組合から浦添不当地区における民港の掲示板について報告が行われたところであり、今後防衛省から同案を踏まえた代替施設の配置案が示され、同協議会において民港との整合等が確認されることになると考えております。また次回の移設協議会については、防衛省に確認したところ、現在しかるべき時期に開催できるよう検討を行っているとの回答がありました。同じく1の括弧に、那覇港湾施設の使用・使用目的についてお答えをいたします。那覇港湾施設の使用・使用目的については、いわゆる 5.15 メモに港湾施設及び貯留所と記載されております。一方、政府は今般那覇港湾施設で実施された訓練に関して、那覇港湾施設の使用・使用目的に沿ったものとの考えを示しております。しかしながら、県としましては、訓練が港湾施設の使用・使用目的とは考えられず、このような米軍基地の使用を許せば県民の基地負担が増大することから、那覇港湾施設は 5.15 メモに記載されている使用・使用目的に沿って厳格に運用されるべきであり、同施設において航空機の離着陸や訓練を一切行うべきではないと考えております。同じく1の括弧3、米軍の訓練に対する抗議の根拠についてお答えをいたします。米海兵隊は去る2月の8日から13日にかけて、那覇港湾施設において人道支援や大使館補強等を目的とした訓練を実施しました。政府は今回の訓練について、使用の主目的に沿ったものとの認識を示しております。しかしながら、県としては、訓練による使用が港湾施設の主目的とは考えられず、また市街地に位置し、多くの民間機が離着陸する那覇空港に近接している同施設において、復帰後50年間行われてこなかったこのような訓練が行われることは、県民に新たな基地負担を強いるものであり、断じて容認できません。このため、県は今月15日に外務省特命全権大使及び、失礼しました、外務省特命全権大使沖縄担当及び沖縄防衛局長に対し、厳重に抗議したところであります。4、海の安全安心についての括弧に、知事公室における自然海岸の安全安心対策についてお答えをいたします。水難事故の防止は、県民や観光客などの安全安心につながるものと考えております。そのため現在、知事部局内の関係課にて定期的な意見交換を行っており、過去の水難事故の詳細な分析を行うとともに、各部局における水難事故防止のための取り組みを今後検証することとしております。知事公室においては、第11管区海上保安本部から水難事故の詳細な情報収集を集めるとともに、各消防本部における水難事故防止に関する取り組みについて確認を行っているところであります。今後、沖縄県水難事故防止推進協議会における議論なども踏まえ、より効果的な対策について関係機関と連携し取り組んでまいります。
同じく4の括弧3、知事公室における次年度予算についてお答えをいたします。知事公室においては海の安全対策にかかる次年度予算の計上はありませんが、現在関係部局と連携し効果的な対策について検討しているところであり、知事公室として事業の実施等が必要であれば予算確保についても検討してまいりたいと考えております。5、我が党の代表質問との関連についての括弧1、国防に関する知事の考えについてお答えをいたします。日本を取り巻く安全保障環境については中国の軍事力の強化、東シナ海南シナ海における現状変更の試み、台湾をめぐる問題、朝鮮半島をめぐる問題などが存在しており、より厳しさを増していると理解しております。県としては沖縄県を含む我が国が独立国として国民が安心して生活し、国が発展と繁栄を続けていく上で平和と安全は不可欠であることから、専守防衛のための最低限度の自衛力は必要であると考えております。同じく5の括弧に、尖閣諸島問題に対する対応についてお答えをいたします。尖閣諸島をめぐる問題については国において海上保安庁による現場海域での冷静かつ毅然とした対応や、さらなる海上保安体制の強化などの措置と合わせて日中関係改善に向けた話し合いの合意事項に基づき、冷静かつ平和的な外交による日中関係の改善に取り組んでいただく必要があると考えています。このため県としては同諸島周辺の状況について情報収集に努めるとともに、令和3年5月に内閣総理大臣ほか関係大臣、また10月11月にはそれぞれ来県した西銘沖縄および北方対策担当大臣、松野官房長官にさらなる海上保安体制の強化と中国との対話の継続などを要望したところです。同じく5の括弧3、国民保護共同訓練についてお答えをいたします。沖縄県は各島との輸送手段が空路と海路に限られるなど住民避難に関する課題があることから、国や市町村などの関係機関と国民保護計画に基づく訓練を実施することは国民保護に関する対処能力の向上を図る上で重要と考えております。このため県では国や市町村と連携して毎年複数回情報伝達訓練等を実施しているほか、平成31年1月には大規模テロ等の緊急対処事態を想定した図上訓練及び出動訓練を実施したところであります。また令和3年度以降は国と都道府県による国民保護関連の課題について意見交換する検討会が毎年開催されているほか、全国を6つの地域ブロックに分けた実動及び実用訓練が輪番で実施されており、九州ブロックでは令和5年度に鹿児島県、令和8年度に沖縄県の実施となっております。県としては引き続き関係機関と意見交換を行うなど、沖縄県主導の国民保護共同訓練の実施についても調整してまいります。以上でございます。土木建築部長、島袋芳明君。2、道路行政について、括弧1。那覇内環状線街路整備事業の進捗についてお答えいたします。那覇大橋は那覇市中心部と南部地域を結ぶ県道那覇内環状線に位置しております。昭和45年に建設され老朽化が著しいことから、現在架け替え事業を行っており、進捗率は令和2年度末の事業費ベースで約 71% となっております。次に4、海の安全安心について、括弧1、県管理海浜公園等の現状と課題についてお答えいたします。県管理の安座間海浜公園、
宇検海浜公園及び西原与那原マリンパークでは、県と指定管理者が締結した管理に関する協定書に基づき、施設内の監視、遊泳基準等の管理運営要領等を定めております。同要領等に基づき、水難救助や救命技能等の資格を有する監視員を配置し、安全対策を行っております。引き続き指定管理者と連携し、安全安心の確保に努めてまいります。同じく4(2)、自然海岸における対策の進捗状況についてお答えいたします。県では海の安全安心対策に向け、関係部局による情報共有や意見交換を行っているところであります。土木建築部においては、これまでに沖縄ライフセービング協会等との関係団体と意見交換を行うとともに、他県における海岸管理者による取り組み状況を調査したところであります。これらの調査結果等を参考に、関係部局が取り組むべき対策等を明確にし、引き続き海の安全安心の確保に努めてまいります。同じく4(3)、次年度予算についてお答えいたします。今後の予算措置については、関係部局が取り組むべき対策等を踏まえ、所要額を確保する必要が生じた場合は、財政当局に要求していきたいと考えております。以上でございます。農林水産部長、崎原守光君。3、農林水産行政についての(1)の A、南大東島における農業生産基盤整備の状況と課題についてお答えいたします。恐縮ですが、(3)の A と(3)の E は関連しますので、一括してお答えいたします。南大東島における農業用水源の整備については、貯水池56箇所が計画されており、現在までに19箇所が整備され、2箇所が整備中となっております。貯水池の整備については、島内に河川がないことから、畑に降った雨水を周路により集水し、貯留する必要があるため、補助整備等を先行して実施する必要があります。しかしながら、補助整備においては、地元の合意形成を要するため、完成までに時間を要している状況にあります。県としましては、引き続き農業用水源の早期確保に向けて、農業生産基盤の整備に取り組んでまいります。以上であります。文化観光スポーツ部長、宮城次義君。4、海の安全安心についての(2)のうち、文化観光スポーツ部における海の安全安心対策についてお答えします。文化観光スポーツ部では、これまでに観光情報サイトや観光客向けハンドブックにおいて、海水浴やシュノーケリングの注意点、離岸流の危険性や対処方法等について周知を行っております。また、令和3年11月以降、定期的に庁内関係課と意見交換を実施しており、水難事故の場所や傾向等を把握し、実態に応じた効果的な対策を各部局の役割に沿って検討することとしております。観光部局としては、市町村や沖縄観光コンベンションブーロー等と連携し、観光客への効果的な周知を行ってまいります。同じく4(3)の次年度予算についてお答えします。文化観光スポーツ部では、新規事業として、マリンレジャー魅力向上促進事業815万円を
次年度当初予算案に計上しております。本授業では、事業者向けセミナーにより、安全安心な SDGs に配慮した高付加価値なサービスの提供に関する理解促進や意識啓発を図ることとしております。また、観光客へ向けては、安全安心に配慮した事業者選びや遊泳、シュノーケリングの注意点等についての周知を行う予定であり、観光客の安全安心なマリンレジャー体験や事故の抑制につながるものと考えております。以上でございます。警察本部長、日下慎一君。4、海の安全安心についてのご質問のうち、括弧に自然海岸における安全安心対策の進捗状況についてお答えいたします。県警察におきましては、昨年中、海域レジャー提供業者に係る水難事故を防止するため、水上安全条例に基づく業者への指導、勧告および事業の停止命令等の行政処分を実施しました。また、水難事故防止に向けた意識を高めるため、県、市町村、海上保安庁、その他関係機関、団体等との情報交換および共同による各種水難事故防止活動を実施し、合わせて米軍との事故防止会議を開催するなどして、水難事故防止に努めてきたところでございます。引き続き、業者への指導を徹底するとともに、県の関係部署等と連携を図りつつ、県民等の水難事故防止に向けた啓発に努めてまいります。次に、同じく4の括弧3、海の安全安心対策としての次年度予算についてお答えいたします。県警察における次年度の水上安全対策関係予算は、総額483万円余りを要求しており、今年度と比較いたしまして、約270万円増となっております。主な事業内容といたしましては、海域レジャー提供業者に対する安全講習、および安全対策有料海域レジャー提供業者の審査のための委託料のほか、水難事故防止ポスターやチラシ作成のための印刷製本費、その他消耗品費等であります。以上でございます。中村家治君。休憩いたします。再開いたします。中村英春君。再質問、ちょっと順番変えて行いたいと思います。那覇大橋の建て替えですね、向こうは交通量が日中問わず、また平日、週末、大変渋滞する幹線道路になってて、なかなかですね、橋の建て替えが難しい。だから僕もずっと状況を見ている中でですね、なかなか、車運転してて、その状況が見えなかったものですから、今回質問したんですけども、川下の方にはモノレールの橋脚があって、またいろいろ動線もですね、仮設オンリーで、やるにはちょっと厳しい、状況にあるなと思って聞いたんですけども、まあ、71% 進捗であるということと、まあ、この残りの 30% 近く、この完成のめど、いつになるか分かれば教えてください。休憩いたします。再開いたします。土木建築部長、島袋芳明君。はい、今、那覇大橋では議員おっしゃる通りですね、モノレールの軌道下駄や、
バイパス等も近いことがあって、かなり詳細な細分化した移設を計画しております。それで、来年度から狩橋への暫定的な切り替えも予定しておりますが、完成予定年度につきましては、今、令和7年度の完了を目途に、事業を鋭意進めているところでございます。中村雅治君。全体のですね、計画もいただいたんですけども、ステップ8まであってですね、仮設を通しながら、また、工事をして、今の既存の橋をですね、半分シャットアウトして、またこれも壊して、相当、狭隘な中でですね、やるということで、大変だと思うんですけども、この狭隘の中で、ぜひですね、事故のないように、一日も早くですね、完成させることを、また、希望しておりますので、ぜひ頑張ってください。あと続きまして、3番の農林水産行政についてのですね、南大東の件ですけども、やっぱ村の方からも聞いてですね、やっぱ南大東、北大東っていうのは、もう本当に沖縄県にとりましてですね、サトウキビの生産、大型機械化もですね、いち早く進んで、やっぱ天候との戦いなんですよね。南大東の製糖工場の煙突には、サトウキビは島を守り、島は国土を守るというキャッチフレーズがあってですね、まさしくその通りだと思うので、こちらのですね、事業もいろいろ地権者とかいろいろあるとおっしゃってましたけれども、ぜひですね、予算をちゃんと確保してですね、一日も早く工事が完了するように、ぜひ部長の意気込みを聞かせてください。農林水産部長、崎原守光君。議員のですね、ご提案のやはり南部大東島というのは、工業衛生が非常に大切な島でございます。サトウキビを栽培するにあたって、農業衛生の確保はですね、一番目のも重要な課題と思っておりまして、農林水産部ではですね、南大東島における水源整備の促進を図るために、島内に潜在する自然池、これに流入してくる雨水を活用した取水池の整備をですね、進めているところであります。令和3年度は自然池周辺のボーリング調査並びに水質調査を同時しておりまして、今後とも早期の水源確保に向けて全力で取り組んでまいりたいと思います。以上です。中村英春君。はい、よろしくお願いいたします。続きまして、知事の基地問題への取り組みについて、再質問させていただきます。まず去年、オスプレイとヘリがですね、本国に移送するために、那覇軍港に、着陸してですね、輸送艦に、乗ってですね、移管されたことに対して、軍天橋で、多分この訓練、この飛行に対して、抗議したと聞いておりますけれども、その際、どなたにその要請をしたのか、よろしくお願いします。12月。知事公所、金城勝君。はい、お答えいたします。軍天橋の要請につきましては、内閣総大臣、それから官房長官ですね、それから外務大臣、防衛大臣、それから在日米軍大使館に対して要請を行ったところでございます。中村英春君。この去った訓練ですね、大変私も地元の人間としてですね、50年もやってない訓練を終えたことに対して、ましてや那覇市のど真ん中の那覇軍港に、エスクプレイヘリが、飛んできてですね、いくら人道支援や非戦闘の退避ということであっても、ヘリとかオスプレイを使わなければ、多少は、いいのかなと思って、個人的に思ってますけど、ただやっぱし、50年間やってこなかった訓練をなんでやったのかなということもですね、私個人的には、
中国の影響も若干あるのかなということで思っておりますけれども、ただ括弧3のですね、根拠、主目的が港湾施設貯水貯留所ということでですね、あるんですけれども、訓練をしてはいけないということは書かれてないと思うんですね。その辺の解釈っていうのをもう一度答弁お願いします。休憩いたします。再開いたします。知事公室長、金城勝君。はい、委員からご質問のあるとおりですね、県が在日米軍、在沖米軍に対して、抗議とか意見交換をした際にですね、先方より、政務外交部長よりは、その 5.15 メモにはですね、港湾施設及び消費所と記載はされているものの、訓練を実施しないとは書いてない、除外はしてないという説明がございました。ただ一方で、県といたしましてはですね、先ほども申し上げましたとおり、那覇港湾施設についてはですね、この 5.15 メモに記載しているところの主目的、すなわちその港湾施設および調査という形で運用される必要があるということ、それから委員からもありましたとおり、戦後50年間行われてこなかったという状況もございますので、県としてはこういった形での今般のような訓練については断じて容認できないというふうに考えております。中村栄治君。要はまず最初抗議ということで、米軍側に申し入れしたけど抗議は受け付けませんよと、それで意見交換になったということは、米軍側は別に訓練をやっちゃいけないということは書いてないし、それをという解釈でですね、運用上やられた。また日本政府もですね、そのような解釈だったと思うんですよ。ただだからといって中心市街地のど真ん中で、ましてや那覇空港もそばにあるで、市街地密集しているところにある中でですね、なんでこんな訓練をやらないといけないのかと、その理由がですね、見えないんですよ。ですから抗議するとかそういう問題以前にですね、その人道的な支援、救出作戦とかであれば、他のまだ基地でもできる、訓練場でできるんじゃないかという申し出も同時にされた方がいいと思うんですけど、知事どうでしょうか。知事、玉城デニー君。はい、議員ご案内のとおり、確かに米軍はこの主目的にかなうという認識、政府もそれを推認するというような形でコメントを出しておりますが、我々はその 5.15 メモに書いてある主目的が、港湾機能と、それから貯留施設であるということが書かれているということを前提に、そのような抗議をしております。しかし、この市街地に最も近い港湾で、しかも多数の飛行機が離発着する那覇空港に近接する場所で、もしも今後もこのような同じような訓練が行われるのであれば、私は 5.15 メモを一旦廃止をするなり、厳しい運用を課せるなり、もう一度そこに立ち返ってですね、50年経って初めて訓練が行われるような、そういう事態があってはならないということは厳格に求めるべきではないかというように認識しています。中村栄治君。この訓練に対しては、オスプレイ、ヘリが使用されて、同じような気持ちではあるんですけれども、ただやっぱりこの辺のですね、しっかりとした形で、こういう市街地のど真ん中でそのような訓練はやめてくださいと、中止してください、今後やらないでくださいということは、私は別に構わないと思うんですけど、ただ、運用上というこの米軍側のですね、この運用というのに対してですね、なかなか
突っ込めない部分はありますので、この辺はですね、要はコミュニケーションしっかりして、那覇軍港ではやらないでくれと、市街地のど真ん中ではやらないでくれということぐらいはですね、強く強く私は申し入れをして、政府にも同様にね、他の訓練場でもできるでしょうと、そういう話をしないと、訓練したが抗議して、知事公室と、軍特位で同じようなことをずっと何回も繰り返して、いい加減にしてくれと、であと、事件事故の場合はワーキングチームがあるじゃないですか、その開催を求めてるけど、一切やらない、要はそういう普段から私たちは、日本政府や米軍に対して、運用の沖縄県民に被害を被るようなやり方はやめてくれということを何回も何回も意見書でも抗議文でもやりましたよね。だけど一向にその後どうなってか分かんない。やっぱそれをですね、しっかりとした形で後追いしてですね、このワーキングチームをぜひ開催するようにですね、努力すべきだと思うんですけども、どうですか。知事、玉城デニー君。私たちは県民の生命、財産、安全、安心を一番に考える以上ですね、やはり基地の厳格な運用を求めるということは、もう最前提であろうと思います。議員おっしゃるように、やはり市街地に近いところでは訓練をするなということもそうですが、他方で、例えば、騒音協定ですとか、そのような約束事があったとしても、その協定すら無視をしているという、そういう米軍の行動規範と申しますか、その考え方はいかがなものかということは厳しく問わなければならないと思います。それは同時に基地を提供している政府の責任でもありますので、引き続き県民のそのような命の危険に関わるような訓練はまずやめさせることと、そして基地があればどこでもどのような訓練を行ってもいいというような考え方は持たせないような厳しいそういう条件を課すべきであろうというように思います。中丸雄治君。何年か前にですね、防災訓練の中で、大根山運動公園の近くでですね、ヘリを使った訓練を、あれは、どこのヘリだったか、海上保安庁かな、自衛隊か忘れたんですけど、あったんですね。ちょうど明治橋じゃなくて手前の方のあそこは南っていうのかな、あの近辺でやった時にヘリを使ったんですね。でもやっぱりそれは防災訓練であったので誰一人反対する人いなかったんですけども、まあ、似たような、距離的にはそんなにまで違わないので、やっぱこの辺はですね、しっかりとした形で分けて考えないといけないと思うんですけども、絶対、ヘリを使った、防災訓練はダメだとかね、そういうことも言えないので、普段から米軍とはですね、コミュニケーション取って、何かあってからじゃダメなんですよ、普段から何らかの形で情報共有するとかですね、そういうことをやっていくべきだと思うんですけど、どうでしょうか。知事、玉城デニー君。まず日本の国内法では、その航空機を使用する場合には、フライトプランを提出をして、安全運航を確実なものにするということが前提、これは防災訓練であれ、自衛隊の視察であれですね、同じようにそれを提出するということになっております。他方、米側にはそういう航空法が適用されません。そういう運用上の上、先だっての2月8日の訓練も、前日にいきなり明日からやるということを通告をしてきたわけですよね。つまり、コミュニケーションのあり方そのものも、軍の運用次第で、いかようにでもなるという考え方そのものがやっぱり間違っているということだけはしっかり申し入れないといけないのではないかと思います。しかし、やはり県といたしましては、県民の安全安心を最優先に考えるという観点から、防衛省、外務省を通じたさまざまなチャンネルを通じて、そのような米軍に対する要請は重ねていきたいと思います。中村雄治君。あとですね、これ以上、過剰な訓練が行われようでしたら、浦添先生の条件が、壊れていくという新聞報道とかあるんですけども、知事、那覇市と浦添市さんとですね、一度
この件に関してですね、3者で協議して意思統一すべきだと思うんですよ。なぜだというと、近々、移設協もあるわけですから、ぜひ今回の訓練に関してですね、3者で話し合いを持って同じテーブルでですね、意見交換をして意思統一すべきだと思うんですけど、どうでしょうか。知事、玉城デニー君。はい、議員ご案内のとおり、そのような認識を3者で確認をしたいというように思います。中村英雄君。これ以上前提条件が崩れると浦添施設もないよという記事とかですね、いろんな声が飛び交っているので、その辺はですね、3者の意思統一で、方向性を決めてもらわないと、せっかくずっとですね、移設に関して、やってきた努力があっという間にですね、違法に帰してしまうような、ことがありうるので、ぜひこの辺は慎重になっていただきたいなと思っております。ちょっと休憩いたします。再開いたします。中村英雄君。はい、じゃあ那覇軍港の訓練の件はこれで終わりますけれども、海の安心安全に関してなんですけどね、まず指定管理の件で、実はサンサンビーチと宇検ビーチの指定管理者が変わるんですよね。それは、両者とも応募してない、手を挙げなかった。それはなぜか、この2年間のコロナ禍の中で収益がほとんどない、そうすると運営をしていけないというのが最大の理由だと私聞いてるんですけども、部長はそれを認識してます。休憩でしょ。再開いたします。土木建築部長、島袋芳明君。はい、今、議員からお話のありました、宇検とあざまの指定管理者が、次の指定管理者に応募してない、しないということについては、今、初めて聞きました。中村英雄君。去った、12月議会でですね、土木委員会で、指定管理、議案が出されて、もう通ってるはずなんですけどね。まあ、いいです、いいです。この指定管理者の制度、特に海浜公園のビーチ、このようにですね、バーベキューとか、いろんな遊具とかの貸し出しで収益を得て運営をしていくというのが前提だしいんですけども、その収益がなくなって人件費が賄えない、そういう状況に陥ってしまったというのが最大の理由らしいんですけども、だからといって、この先ほど、現状と課題という話を聞いたんですけども、ぜひですね、この指定管理者の在り方、これは総務長になるんですかね、ぜひですね、この海浜公園における、ビーチにおける指定管理者の中でですね、監視員、ライフセービングの監視員の予算は県が持つべきだと私は思ってるんです。県に準じて市町村の指定管理者のビーチの人たちは、パブリックビーチの人たちは同じような指定管理を受けているんですね。一番最近、令和3年度第2回、11月10日にですね、首里城公園管理体制構築検討委員会の中で、もともと指定管理制度は民間活力を利用したコストダウンを図れるというメリットがあるが、民間の活力を利用するには、その代替案としてどうしても必要になってくる。逆に民間の活力を入れるということは、防災業務のように利益を生まないものについては、コストカットの対象になる可能性があるということを、この協議会で、検討委員会でなされてるんですね。ですから、パブリックビーチでもですね、同じようなこの安心安全のコストをですね、管理者である県が持つべきだと思うんですけれども、この辺は全体的なものですから、総務長になるのかな、どうでしょうか。土木建築部長、島袋芳明君。
はい、今、指定管理のあり方の中で、基本的な施設の管理運営とは別に、まあ、安全安心に特化した部分は、まあ、県直営でというお話だと思いますけれども、まあ、その辺に関しましては、今回、この指定海浜公園の指定管理につきましては、管理運営に関する部分は、補正予算も措置する予定ではございますけれども、議員ご提案の件に関しては、まあ、どのような対応が取れるか、まあ、今後いろいろな意見を踏まえて検討していきたいと考えております。中村英春君。私、初当選以来、今回で質問に8回たったんですけれども、毎回、この海の安心安全の質問をしています。それは私自身が選挙の時にこの安心安全をですね、政策の一つとして掲げたんですけれども、知事も公約の中で、ライフセービングの地位向上ということで掲げてますけれども、実際、次年度予算を計上したのは、研究本部と文化スポーツは、新規にこの予算をつけたということです。他の、知事公室、土建部はついてません。公約の中の一つとして、知事はこのマリンレジャーの一環をなす安心安全にですね、責任を持つべきだと思うんですけども、どうでしょうか。休憩とします。再開いたします。土木建築部長、島袋芳明君。土木建築部といたしましては、令和4年度の、まあ、予算措置に関しては、まあ、要望は、まあ、現状として行っていないというところでございますけれども、まあ、今後 海岸管理者として、まあ、どのようなことが対応ができるのかと、その辺も関係部局と調整をしながらですね、我々土建部としての役割を確認して、所要額について、もし必要であれば要望していきたいと考えております。中村英春君。知事、公約で、ライフセービングの地位向上という云々ということをですね、掲げておりますので、代表質問、そして、我が会派のみんながですね、知事の公約で、質問をしております。まだ去年ですね、水難事故が過去最悪になりました。本部長、去年の実績を教えてもらえますか。警察本部長、日下慎一君。お答えいたします。令和3年中、県内における水難事故の発生件数、暫定値でございますが、94件でございます。令和2年と比較いたしまして、9件の増加となっています。内訳は、罹災者数が139人で、前年より36人の増加、死者数が45人で、前年より3人の増加、行方不明者はなしで前年より 1人の減少となっています。なお、発生件数、罹災者数および死者数は過去10年間で最多となっております。以上でございます。中村英春君。知事、過去最悪の水難事故があって、また役の中でですね、そのような海の安全を掲げているんですけれども、予算が反映されてない、それに対してですね、今後、さっき土建部長とか、知事公室とかありましたけれども、それなりのもし、必要があれば、今後、考えていきたいというお話なんですけれども、それはもう知事、トップリーダーとしてですね、指示をすべきじゃないでしょうか。知事、玉城デニー君。はい、今般は観光、文化観光スポーツ部の予算で、マリンレジャーの魅力向上促進事業800万円、これ、新規で。マリンレジャー事業の魅力及び質の向上のための情報発信、プロモーションなどの予算をまずつけさせていただいております。それから私の公約は、マリンレジャーライフガード従事者の地位向上と支援に取り組みますというような公約を掲げておりまして、まず県警との関係機関と連携して、水上安全条例の改正に取り組み、そしてライフガードの地位向上や支援を担う団体との連携強化を図っていくというようにしておりますが、議員ご提案のように、やはりこれは沖縄県における、
その安全安心の水上レジャーのためには、やはりしっかり検討するべき項目であろうと思いますし、この水難事故もシュノーケリングの際 の, ライフジャケットの着用等の義務化とかですね、いろいろな意見が寄せられてきております。いろいろなことを、やはりその安全安心のために、どのような計画を立て、どのように予算付けしていくかということについては、しっかり、考えていきたいと思います。中村雅君。去年は、5月からですね、10月まで、沖縄ライフセーブ協会の方々が、週末だけ、ボランティアでですね、海岸パトロールをして、石垣と本島内やったんですけども、なかなか人数と、範囲が広いということで、請願も出ております。ぜひですね、この協議会、また予算管理を目指してですね、最後に決意をお願いいたします。知事、玉城デニー君。県民、それから観光客、誰でもが水に親しみ、そして安全安心に、その、沖縄の良さを満喫していただくためには、やはりそういう管理体制、監視体制もしっかりと整えることが重要であろうということも含めて、しっかり検討していきたいと思います。はい、以上です。以上です。